にちは、山ちゃんです。あ、バレてるバレてるっちゅう。おセム、ちょっとすごいじゃないですか、もう。何よ、さすがセム。なんとなく形にはなってきたけどねいやいや、なんとなくどころじゃないよクリクリお目目じゃない。かなりかなりクリクリ、かなりクリクリお目目の。かわいい子だなかわいいな、これ。ピンク見てきましたよピンク見てきました、見てきました。ピンクすごいじゃない、ピンクこれはすげえな。あの、後で肉まん買ってきます食べたらダメなやつじゃない。後でちょうどこれあれだな、あそこのセブンで肉まん買い占めてくる前から一気に進みましたね。いや、待って、もう時間ない、もう時間ないけど、まだできないんだよ何言ってんすか、これからカタログ作るんですよ。これからカタログ作るでも、まだこれから撮影もいっぱいあるのにこれはちょっとね、ちょっとこれはエポックメイキング的な取り組みですよ、これ。いや、これは素晴らしい。かわいいな。あ、すごい。ほら来た。待って、車にこれ全部つけるけど。ざっくりばっか。あ、すげえ。よし、じゃあちょっとビデオ回しますか。はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、ブローさん来てるんですけども、タウンエース制作、ね、もう何回目の撮影かわかりませんけども、ね、一気に来ましたね、全部。一気に来ました。もう時間がないんで。ここでできてないと。そうなんです。そうなんですよ。実際にね、本当に時間がない。時間がないんで。来週ですよ、イベント。来週。そうですよ。来週。ね、今、佳境だから。この前ちょっと落とさんのだと思ったら、もうゴールが見えてきた。なんとなくね。なんとなく。なんとなく。でもね、こう、持った状態、車につけて、なんとなくこんな形になるんだなっていう話でしたけども。うん、一気に来ましたね。一気に来ました。苦労したとこってあります？出づらと、やっぱこの丸さ加減が難しい。難しい。難しい。あの前の時にね、軽自動車はやっぱり大きくできない分難しいってあったけど、これほら、まあ、タウンエースで、まあ、ある意味ちょっと自由感は増えるんだけど、ところがどう？そう、もう、自由感は増えたけど、結局なんだかんだで、このヘッドランプを収めるのに、これでもきついぐらい。これでもきついぐらい。これでもきつかった。あ、結局元の、もともとヘッドランプがついてる位置と同じ位置ぐらいにランプが来れば、全然後ろにスペースがあるんだけど、はい、だいぶ低いんで。あ、そうかそうか。そう、だいぶ低いと邪魔なもんがいっぱいあるよね。そう、メンバーあったりとか、なんかいろんな。ちょうどメンバーのあたりに来ちゃうんで、なんだかんだでもこれでもいっぱいいっぱい。いっぱいいっぱい。いっぱいいっぱい。でもさっき専務おっしゃいましたけども、見てくださいよ、この丸み。このツヤ感。芸術ですよ、ちょっと。当然、これ、マスター型なんで。マスターです。まあ、これから、こう、製品が作られていくわけですけども。うん、ここら辺のね、こういうところのね、綺麗さ。もう、これが、この時間内でできる。専務が素晴らしい。いやー。無理やり、無理やりだよ。無理やり。無理やり。あれじゃないですか、専務。追い込んだ方が、短期間でできるんで。考えるけどね。相当考えるよ、やっぱり。ね。短期間でやるために。うん。まあでもね、今回そのターンエース、だからまあ当然ノーマルがあって、まあ顔ね、フロントマスク変えるということで、まあ当然これだけじゃなくてそのつながり感とかね、そう、いろいろあるということなんですけども、はい、まあやっぱりね、このヘッドライト、これなんかちょっと可愛いまつげちゃんが。まつげついてる。なんかちょっとこう、ザラザラ感がある意味なんかレトロチックで、このままでいいんじゃねえかっていうぐらいな。あ、ここら辺のこういうちょっと跡も、なんかいかにも昔ながらな雰囲気で見えるんですけども。うん。でもこうやってやっぱつくとヘッドライト大きいですね。大きい。大きいね。大きい。これがね、タウンエースにつくとまたちょっと変わるのかなというふうに思うんですが。グリムで、まあ、8割方。8割方。7割ぐらいかな。かわいい、おしゃれな。厚みあるね。厚みはある。これ何？当て替えもできる？当て替えもできる。あら、つながるとヘッドライトがいい感じだね。大きさがね、ボリュームあって。そうそうそう。うん。かわいいよね。
かっこいい系、まあ、かっこいいっていう人もいるだろうけど、どっちかわいいかなと思うんだけどね。ねえ、なんか、あのタウンエースの、ちょっとあの顔が、こう、かわいい。タウンエースの顔ってなかなかかわいい系、かわいい系ってないじゃないですか。ない。あんまり、あんまり聞いた感じのは今のところは。ね、出てるはあんまない、まあ、当然ね皆さん多分ね顔を変えたいっていうところからスタートしてるんだと思うんですけど、うん、なんかこうおしゃれ感とかね可愛さ、可愛さ、そうだね、ハイエースほどみんな力を入れてない感があるでしょう。ある、そう、あるだから、まあ当然ねその車格とか大きさとかっていうところもあるんでしょうけど、うん、こんだけのボリューム感と、ね、やるんだったらとことんやった方が、うん、っていう感じかな、うちは。そう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 。そう。だからね、なんとなく中途半端感があるんだよね。うん、ボディサイズの大きさとかね、うん、いろいろまああるでしょうけども。うん、でね、専務、これ車につけようって言ったらつけれるの？つけれる。つけれる？つけれますよ。つけれる？ちょっと待ってくれれば。つけてもらってもいい？いいよ。はい。じゃあちょっと。はい。撮るとすげえヘッドライトがでかい。そう。目立つよね。目立つ。うん。クリクリおめめとなる。つい。お。お、でかい。そりゃそうだね、バンパでかいのな。いや、赤さん吹きちゃって、うん、じゃんじゃんじゃん、ごめんなさいね。はい、これぐらいでまっすぐから、ここら辺でまっすぐで、これはまたちょっと印象変わりますね。うん、オッケー、ありがとう。すごいなんかレトロになった。ランプがつくとかだいぶ変わると思う、ね、変わる変わる。しかもね、うん、このちょっと やれ感が、やれ感が、アメリカ西海岸で見ましたみたいな感じの顔になってきましたよ、これ。まあそんなに行ったことないですけど、こう、ルート60のことが置いてると非常に、うん、あったあった、こんな車みたいな。うん。専務、ジャパンキャンピングカーショー、終わったらゆっくり休んでください。そうですね。死んじゃう。死んじゃうよ、もう。おいしょ、あ、ボネットある。ででーん。はい。はいよ、大丈夫大丈夫。うん、熊本道乗っけるだけだから。あ、なら可愛い。ほら。可愛い。あのイラストで写真で見た車になった。いやー、なったでしょ。いや、なんとなくどころじゃないよ。感動した。塗り分け。とりあえず仮で塗るじゃん、これを。うんうん、基本ピンクなんだけど。うん、ここのグリルとここが一体だから、ううここはそうだ、ね、白かシルバーかピンクかの三択。例えばドアノブなんかも白だったし、うん、多分白かなと思う。白だろうね、多分ね。そう。で、あとはここだけ別パーツなんで、うん、ここをシルバーに塗るのか、さらにそこピンクにしたいのか、うん、そのまんま白のまんまなのか。でもシルバーの方がいいのかな、多分。うん、俺はシルバーが無難かなと。そうだよね、うん、多分ライトの色合いと、うん、全部白だとちょっとやりすぎ感じるけど。じゃあそれで、じゃあ白でシルバーに、うん、はい、ということで全部すごいじゃない、ちょっとボンネットまでできてるよ。でしょ、かわいいでしょ。かわいいね、これ。とりあえずもうちょい本当はいろいろやりたいところがあるんだけど、とりあえずは間に合わないが、とりあえずいろいろやりたいって、例えば何だったの。まだボンネットもこれだとちょっとすっきりすぎかなってところで、なんかちょっと何ライン入れたりとか、いろいろ本当は、うん、ああ、はいはい、とかあったりするんだけど、うん、今回まあ一応ショーマンに合わせで、うん、まあこれマスターだけど、マスター要はその後にじゃあちょっと何かやろうかっていうこともできたりはするもんなの。どういうこと。いや、例えばさっきみたいなボンネットにライン入れたいからって言うと、ちょっとこう、あ、めんどくさい、本当は入れたくない、あ、っていうことね。本当はもう一回塗装しちゃったら、あ、そうかそうか、本当は嫌なんだけど、うん、そう、それを使ってまたそこから加工し直して、あ、っていうことか、うん、この前見た時は、うん、本当にできるのかなと思いながら考えてたら、うん、もうここまで。これを見ると、うん、あの前の要はそのウレタンの状態がああなってたのが分かるの、うん、あ、逆にここら辺のこう丸みのラインとか、そうですね、うんうん、ボンネットもあ、なんかね、ああやってほらなんかこうケーキみたいだとかプリンみたいだって話しましたけど、はいはいはい、すごいね、ここだけこうやって見たらタウンエースじゃないですよ、これ。でしょ、ないですよ、 F100 のワゴンですよ。怪しいでしょ。ねえ、だいぶかなりレトロ感は、うん、レトロ感ある、レトロ感は特にこの色だからまたレトロ感いっぱいなんだけど。そうね、田舎で腐ってるような感じの、そうありそうな感じは出てるよね。なんかちょっと位置外れて走ってたら置いてましたみたいな感じで、うんうん、まあでも、うん、ここまで来ると、うん、あとちょっとぐらいな感じ。
ちょっとぐらいではない。あ、ちょっとぐらいじゃないんだ。まだまだだ。まだ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 。え、例えばどういうとこ？まだ基本的にはまだ裏、ボンネットも裏なんかできてないし。あ、これもとりあえず暫定でこの形にしたけど、基本のざっくりはこれだけど、うん、ライトとかの取り付けとかも、うん、とりあえず暫定で作ったけど。あ、そっかそっかそっか。もうほんと消耗に合わせたもんね。そう、そこら辺の取り付けどうするとかはもう全部考え直さないといけないのと。ああ、なるほど、ね。大丈夫、専務。任せてください。あの、ショーで私、注文いっぱい取ってくるんで。やめて、やめて。タウンエースのフロントマスクを変えましたっていうより、本当に F100 のパンプキンのワゴン作りましたっていう。ああ、言ってもらえるとありがたいですけどね。うん。うん、パンプキンワゴンを僕たち作ろうみたいな。あ、そういう企画のタイトル変えましたことが。後追いじゃねえかって、うん、はい、ということで、まあ今度はね、うん、ボディの方はもうピンクの、うん、そうそう、もう、まあ、ほぼ終わってて、うん、あとはまあフロントつけてというぐらいで、うん、もうだんだん終わりが見えてきましたけども、うん、ジャパンキャンピカショー2024、うん、ね、あ、セム来る？行く、1日だけ完成した絵を、お披露目の絵を私と一緒に涙しましょう、セム。本当ですよ、もうパンプキンのワゴンを僕たち作っちゃったと。行っちゃうの？あれが言いましょう。行っちゃうんだ。狭座所狭。ああ。まあまあまあ、ちょっとね、うん、そこら辺は置いといて。まあ今回ですね、プロさんで、もう私のタウンエース、かなり完成近づいてきましたね。そうですね、もうちょいです。っていうところで、全部頑張ってまだ。わかりました。あと1週間ありますけど、頑張っていただきたいと思います。ということで、今日はですね、プロさんに来て、タウンエース、ね、フロントマスク制作、皆さんにご紹介しました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。